1997年甲子園優勝投手藤谷敏之、智弁和歌山出身です。よろしくお願いします。プラチナリスト、夏の甲子園優勝投手歴代およそ30人全員会ってみたら、近くのラーメン屋さんただね優勝投手になって良かったとは思わなかったですね。投げすぎ、そうか。田中将大からエースを奪った男は今営業部長をやらせてもらってます。マー君って言えば多分みんな分かると思うんですけれども、インパクトすごい強いと思いません？日曜夜9時。